子の秋小学校っていう石の子供の秋小学校っていうのは一昼夜に燃えてしまって日和山っていう麓にあるんですよ。それがもう瓦礫の中で、まあ、なんで火つくのかわかんないけど、小学校時代本当は避難所だったんですよ。それが全部もう延々と一昼夜燃えてた。知らない方が見るっていうふうなものはまずないんですよ。っていうのは書を見る場合に書だと思って見るから既成概念が入るだけなんで、まっさらな感じで見てもらえれば何の説明もいらないと思うんです。それがどうしても書だとすると字を書いてる、線を書いてるっていうふうなものが頭の中に日本人はあるんですよ。だから外国の人たちの方がその絵と同等に見てくれるから、意外と前衛書は入りやすいのかもしれない。だからどう見てほしいっていうよりも、その自分が持ってるその殻を外して見てもらえればいいかな。だから書だと言わなくてもいいのかもしれない。ただ書く方とすれば、さっきも話しましたけども、書の特性は大事にしておかないと絵には絶対負けちゃいます。書の特性っていうのは絵とは違うものがあるはずだから、それを大事にして書くけども、見てくれる人たちは書として見なくて、その自分 の, その日本人なんだよね。多分日本人は文字として見たいというふうなイメージが書としてるよね。それを取り外して見てもらえれば、何のこっちが説明しなくてもいいのかなと思います。ただ先ほど話したように、その題名、その 3.11 っていうふうなものは日本人はみんな今分かってるはずだ。その 3.11 って言われた時点でそのイメージを膨らませて、字としてじゃなくてその空間の芸術として見てもらえれば、それは一番最高じゃないかなと思うんですよ。あとは好き嫌いはその人に決めればいい。
が、まあ、技巧的にはその垂らし込みというふうな感じでね、思ってる垂らし込み、まあ、垂らし込みっていうのはあの水墨で初め水を引いた後に墨を流し入れるんですよ。そうするとその墨が水に反応してふわっと広がる、そういうふうなイメージがいいなと思って何回か試してる作品なんですけどね。その中で一応私の得意とするその回転運動のものを一つ、それはまあ太陽なりその希望なりというふうなものを一つそこに書いてから、それから周りをですね、津波が割が口を開けてそれを噛みついてくるような、そんなものをまあイメージしながらちょっと作ってみたんですけどね。それでやはり流し込むっていう作業は水をこう全部張らなきゃないですから、その張ってからどういうふうに変化するかはやっぱり出来上がってみないと。でこれが一番まあ何て言うんですかね、作品とすればその偶然性、その偶然性もその必然性にしていくっていうふうなものはやっぱ経験だと思うんですけども、それを踏まえてですね、その丸のその飛ばしのものをその大きな津波が抱え込んでいく、もう全部連れ去っていくような、だから下からもう噛みついてくるような、そういうふうなものをイメージして書いたんですよ。まあ、あの先ほど北井さんがその途中でねちょっと話していただいたのは、なんかあの押し寄せてくるその津波の上から俯瞰してみるような感じもありますねっていうのは、まあ私はそれを意識したわけじゃないけども、やはり名取なりその辺の石巻と一緒にしたので津波が教えてくる、押し寄せてくる、その海から押し寄せてくる津波が瓦礫を巻き込んでくるのにも見えるかなというふうな気はちょっとはしてますけど、まあこれも悲しいことなんだけども、まあイメージとしては強烈なイメージというのが私の中にはある、一つ表現してみて、題名を何としようか今ちょっと悩んでいます。